さすが。一人でよくもそこまで頑張れるものだな。何人でも相手になるぜ。無理をするな。もう息も絶え絶えではないか。 伊達さん、神宮教兵、今4課が逮捕状を請求した。贈収賄、銃刀法違反、殺人教唆、お前はもう終わりだ。証拠は何もない。当たりだ。やめろ。ダメだ、伊達さん、ここじゃ街に墜落する。クソ、伊達さん、こうなった以上 全員死んでもらうほかない。覚悟はいいね。 Cut!
錦山君。終わったか。これでようやく落ち着けるな。錦。なんだそれ。爆弾か。ユミ、バカなことはやめろ。ダメよ。100億をあなたに渡さない。ユミ、お前そんなに俺のことが憎いのか。まあそうだろうな。当然の話か。錦、お前、
まだ諦めていないのか。当たり前だ。俺はどんな犠牲を払っても登場会の後目になる。なあ錦、それは無理だ。お前神宮に踊らされていたんだ。神宮の本当の目的はな。なことは分かってる。分かってたんだよ俺は。え、どういうこと。言ったろキリュウ、俺は10年前お前を裏切ったあの日から誰も信用しちゃいねえってな。神宮が俺に話を持ってきた時から信用しちゃいなかったんだ。じゃあお前は全てを知ってた。ああそうだ、俺は負けたくなかったんだよ。俺はお前に負けたくなかったんだよキリュウ。俺はユミを愛してる。だがユミは一度も俺を振り向いてはくれなかった。ユミの中にはお前しかいなかった。10年前の事件の後、俺の目の前からお前という存在が消えた。その時俺は決意したんだ。運命を変えるためにどんな犠牲も払うってな。その犠牲が親さんやレイナだったっていうのか。そうだ、俺は100億を手に入れ登場会を継ぐ。そしてお前から弓を奪い返す。それで初めて俺の運命が変えられるんだ。錦山君、やっぱり分かってない。何、そんなことして何になるの。そうやって変えた運命じゃ幸せになんてなれない。あなたは自分に都合の悪いことから逃げてるだけ。本当に運命を変えたいなら辛いこともすべて受け止めて、それでも逃げないで立ち向かうことなんじゃないの。カズマやハルカのように。うるさい。どうしてお前は俺を認めてくれないんだ。ニシキ。なんだ。俺にはお前の苦しさがわかる。俺は一番大切にしていたお前たちを失った。もう戻ろうと思っても10年前に戻ることはできねえ。もうその運命から逃げることはできねえ。だから決着をつけよう。なあ、決着をつけよう。俺たちの戦いに。Come on.
Thank you.
今更だが、お前とはもう一度一緒にやりたかった。行こうぜ。